シュバルツバルト・スタディオンは、ドイツ・バーデン・ビュールテンベルク州フライブルクにある、サッカースタジアム。ブンベスリーが一部 SC フライブルクの、ホームスタジアムであった。1953年に完成。収容人数は2万4千人。1993年、当時のフライブルク監督、フォルカー・フィンケッシュ堂で、スタジアムの屋根にソーラーパネルを導入。ドイツサッカー界では、 初の太陽光発電スタジアムとなり、環境都市フライブルクを象徴する施設となっている。当初の名称はドライザム・スタディオン。2004年に、地元のエネルギー会社バーデノーバ・シャガ、命名権を取得して、バーデノーバ・シュタディオンと解消された後、2012年から2014年に、かけては、ラーベンスブルクのソーラーパネルメーカー、マゲゾラール・シャガ、 命名権を購入して曲げゾナール・シュタディオンと解消。2015年からは現在の名称となった。SC フライブルクは2021年10月にヨーロッパパーク・シュタディオンに本拠地を移転するため、同年9月26日の対 FC ・アウクスブルク戦が最後の公式戦となった。ありがとうございます。